私はですね、日本で生まれました。で、父の仕事の関係で9歳から22歳まで3大陸4カ国で育ちました。最初に住んだ国はギリシャのアテネです。私の父は駐在員だったので、まあ、ポンコツでよくエンジンがかからない車だったんですけれども、シルバーの BMW に乗っていました。私の家族はよくその車で中心街まで出かけていました。よく行く交差点のところで、いつもそこに浅黒い肌の色をした子供たちがいる箇所がありました。その交差点で信号が赤になると、その子たちは車に寄ってきて、コンコンって窓をノックするんです。花を買ってっていうふうに私の方を見ます。私はその時に、全く同じ空間にいるのに、どう隔てた外側と内側だけにいるだけなのに、私のいる世界とその子のいる世界は全然違う世界なんだという感覚を覚えました。それは何か罪悪感のような、申し訳ないような、何もできなくて本当にごめんという感じの謝罪をしたいような、隠れてしまいたいような、言葉ではとても言いにくい、とても複雑な気持ちがありました。それはもしかしたら私がこの世界で最初に感じた無力感といったものだったのかもしれません。私はその後日本に帰って、その日本の中学校は管理教育で有名で、初めて行ったその学校の始業式は、体育館を出るときに頭髪検査がありました。私はそのようなルール、自分がわからないことだったり、すでにできているコミュニティに自分だけがよくわからない、自分だけがいつも孤独だっていう感覚をそれから何回も何回も味わっていきます。シンガポールにその後父はまた転勤になり、私は死ぬ気で勉強しました。だけれどもクラスに座ったら一体宿題が何が出てるかもわからない。その中で私は必死にその中に溶け込まなくっちゃ、自分だけ一人ぼっちで、早くこの人たちの中に入っていかなくっちゃ、っていうふうに頑張って生きてきました。日本に帰ってきてから、私はコンサルティング業界で仕事を始めました。基本的には顧客の課題を解決する、何か問題を特定し、そこに対してこういうことをやったら、その問題はなくなりますよ、という処方箋を描きます。それを顧客に提案をし、その行動をとってもらえたら現実は変わるはずだ。あらゆるロジカルシンキングというものを駆使して、私は仕事をしていました。そこから私はその関心が人事、人や組織はどうやったら良くなるんだろうっていうキャリアに変わっていったときに、どうしてこんなに外側で一生懸命何か行動したり直したりするのに、現実はなかなか変わらないんだろうということを考え始めました。確かに一生懸命何か行動したら、一瞬物事は良くなったかのように見えます。けれども、また次の問題が起きてしまう。私の関心は人や組織から社会課題へと移っていきました。この世界には、たくさんこの世界を良くしようと思って、活動したり運動したり命を使っている人がこんなにたくさんいるのに、どうしてなかなか現実は変わらないの？そんな時、私は本当に自分は無力で、自分のやっていることは本当にちっぽけで、まるでその花を売りに来た子たちに何もしてあげられなかった、その無力感を思い出して絶望するようになっていきました。そんな時に、ある考えに出会います。私たちの内側の世界が外側を作っている。この内側の世界が何なのかを知りたいと思うようになりました。外側でなすすべがない課題がいっぱいある中で、もし人間の内側の世界が何か変われば、外側の現実が変えられるんだったら、内側の世界をどう変えるのか、
知りたいと思うようになりました。その頃私は人事の仕事をするようになっていて、毎日たくさんの人が相談に来ました。部下が思う通りに仕事をしてくれない。自分の家族のことで悩んでいる。パフォーマンスが出ない。その悩みはみんないろいろだったですけれども、みんな何か変えたい現実を持っていました。私はその一人一人と一緒に、自分の内側にどんなことがあるから、その現実が生まれているのかということを一緒に探し始めました。その数は何年か経つと数百人を超えるぐらいになっていました。私はその中から一つの真実を見出したのです。どんな人の中にも痛みがある。その痛みは感情が守っています。悲しみや怒りといったものをみんな一生懸命押し殺して、そしてその痛みを二度と味わいたくないというふうに人生で頑張って生きている。でも、その痛みを二度と味わいたくないというふうに行動すればするほど、私たちは頑張っている気持ちにもなれる、効力感も感じられる。でも作り出す現実は、やっぱり不本意なんです。私はこれを欠乏モデルというふうに名付けました。大きく言うと、世界には愛がない、もしくは私は愛されない。そして自分には価値がない。もしくは自分は何かが欠けている。もしくは私は一人ぼっちだ。こんな信念をみんな心の奥に持っています。私のモデルは一人ぼっちなんです。私は2歳の時に妹が生まれる時に母が流産しそうになって私は祖父母の家に預けられました。私はその時言葉を少し話してたようで多分実情はよくわかっていたんだっていうふうに親は思っていたんだと思います。でも私はその時に自分が抱えてきた私の母親が突然目の前からいなくなってしまったその悲しみを自分で封じ込めるために私はどうせ一人ぼっちなんだという信念を作り出したらしいのです。私はそれに気づいた時に自分の人生を全部振り返ってみました。高校に行った時にアメリカの高校で高校3年生でもうみんな卒業間近でみんな仲良くって私は図書館で一人で勉強して、ランチの時間、怖くて食堂に行くことができなかった。私は一人ぼっちだったんです。でも、私のその一人ぼっちという体験は、みんなに言えば、それは頑張ったねとか、環境のせいだっていうふうに言ってくれるかもしれないけれども、私はその一人ぼっちだという体験を自分で作り出しました。私はこの一人ぼっちを避けるために20代死ぬ気で働きました。自分は強くならなくっちゃ。誰に見捨てられても私は一人で生きていかなくっちゃ。そんなふうに思っていたことに気づいたのです。私は人を信じていませんでした。どうせ私は見捨てられる。いつかみんな自分の元から去っていく。そうやって人を試して切られそうになると自分からその人のところを離れていました。そんな自分の人生が本当に走馬灯のように自分の中で巡った時に私ははっきり分かったんです。私は人生を作り出してきた。そしてその作り出す大元になった信念は私が望んだものではなかった。じゃあ私が本当に望んでいる世界は何なのか。私がここの世界から新しい世界を作るには私は本当は何を思い出したいのか。そして私は行き着いたんです。私が欲しい世界は、体がバラバラに見えたとしても、私たちは命として一つにつながっているという世界です。数年前に、あるアメリカ人の長老、ネイティブアメリカンと言われる部族の長老に出会いました。彼は私にこう言ったんです。人間は本当に大事なことを生まれてきた時に忘れてしまうんだ。でも、誰もがこの人生をかけてそれを思い出していくんだよ。私は命がつながっているという世界をこの世界にもたらしたい。私がそれを生きるにはどうしたらいいのかということを試行錯誤し始めました。
この世界にないものなんか本当はないんです。もしあなたが今この世界に愛がないと思っているなら、あなたの内側にある愛を世界にこれがあるというふうに表現してください。その愛を世界に与えてあげてください。もしあなたが自分は価値がないっていうふうに思っているんだったら、人間は命として存在として価値がある。何をやっても何ができなくても価値があるんだよっていうことを世界に表してください。もしあなたが他の人と比べて何か自分を劣ってたり欠けてるっていうふうに感じているんだったら、人間はみんな凸凹で一人一人できることとできないことがあって、だからこそ世界は支え合える。だからこそ世界は一人一人がユニークでかけがえのない存在なんだっていうことを世界に表現してください。もしあなたが一人ぼっちだと思っているなら、あなたは決して一人ではないということを思い出してください。私たちはこれまで何かがない、だからもっとこうならなくちゃ、だからもっと成長しなくちゃ、だからもっといろんなものを手に入れなくちゃっていうふうに、私たちの外側の世界はそんなふうにどんどん豊かになっていったのかもしれません。でも私たちの内側の世界は、自分はダメだ、何かが足りない、そんな世界でできていたとしたら、私たちのそこから作り出せる外側の世界は、本当に満たされた世界にはならないと思います。でも私たちは思い出せる。忘れてしまったものを今みんなで一人一人が思い出す時だと思います。一人一人が本当に自分の中にあること、本当に全てあるということを思い出し、そこから現実を作る。どんなに世界にそれがないっていうふうに思えたとしても、あなたがないと思うのは、あなたの内側にそれがあるからだと思うんです。私たちの社会は今、とても大きな転換期を迎えていると言われています。難民の数は増える一方で、核や放射能も問題もあるし、たくさんの本当に一人では手に負えないと言われているような問題がたくさんたくさんあります。それでも私は、一人一人が本当に自分の中で大事にしたいものを思い出すために、世界の現実は私たちの外側の世界に起こることは全て起こっていると思っています。そこから私たちが自分の内側にあるものを思い出し、そこから本当に自分が生み出したい世界を作り出せたら、きっと世界は希望の持てる場所になっていくと思うのです。何かすごいことをやろうとか、何か大きなことをやろうとか、世界を変えなくちゃじゃなくって、一人一人が今、自分の半径5メーターでいい、この自分のつながっているこの日常の、この自分が大事にしたい人たちのつながりの中から、自分が本当に大事にしたいものを表現していける。そんな世界が、私はこの次の世界の希望を作っていけるというふうに思っています。自分たちの外側の世界は、それを思い出すために過ぎない。私たちは幸せは内側で感じるから幸せなんです。何か外側で持っているから、何かがあるから幸せなんじゃない。私たちは感じることができます。私たちにあることを感じて、私たちがあるものから表現したときに、私たちは一緒にきっと希望を作っていくことができると思います。この人生は本当に冒険で、人生は本当にこの体を通して体験をしていく。その体験から私たちは自分が本当には誰なのかを思い出していく旅なのかもしれません。私たち一人一人がこれからきっと一緒に支え合って、どんなことが外側で起きたとしても、そこから自分たちが本当に大事にしたいこと、そこから起こる力につながって、現実を想像していきたい。人間は現実を想像できるようにできている、完璧にというふうに思っています。子供たちに、孫たちに、その先の世代に、本当にこの豊かな自然と、この美しいこの環境を私は残していってあげたいと思っています。
私は誰よりもその自然を享受してきたと思うし、この豊かさを本当に人生で楽しんできました。だからそれを継続して渡していきたいと思う。そしてここにいらっしゃる皆さんもきっとそうだと思います。そしてそれは私たち一人一人の半径5メーターからきっとできる。私はそう信じています。ご清聴ありがとうございました。